注意、この道。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。マザー1始めていきたいと思います。今回は12回目になりますね。いよいよ終盤戦となります。ホーリーモローリーマウンテンへ向かいます。ツイッチで配信を行っております。ぜひツイッチアカウントフォローお願い、チャットコメントなどお願いいたします。そしてアーカイブ YouTube に流します。2日後にプレミア公開でアーカイブ配信予定です。また旧 Twitter である X、こちらもございます。フォローお願いします。ということで、今なんだこれ、突っ張りという人が仲間に入っている。で、PSY で、テレポーテーションだな。今どこなんだこれ。バレたいんだよね。ってことはもう自力で行くしかないってとこだ。とりあえず東へ。バレンタインで鍛えましたからね。バッファローだ。ガード。あ、一撃では食べ。倒せない。3体いるのはやっぱりちょっと嫌だな。スマッシュ。倒してしまったか。スマッシュ倒しました。足を渡る。あ、デスワーボットだ。スターマンだ。
ぱいけない。こっち側のはずなんだけどな。バファロー2匹ですね。あ、倒せないんだ。突っ張りが。お、髪型レベルアップ。PP は5アップ。P さえ覚えた。なんだろう。スーパーヒーリングっていうのを覚えた。これ復活させることできんじゃないの？あ、デスハモットだ。あ、守ってたんや。久しぶりです。実はですね、前回プレイしたんが7月27日なんですよね。だから結構時間が経っている。スパイダーどこなんだ。ムーク。オッケー。あ、そんなにダメージ食らわない。これっていけるのさ、先に。行き止まりかな。あ、橋があった。行ける。誰だ。家がある。ここ越えるとホーリーボーリー満点ってそんなに距離ないはずなんだけどな。いないよね。じゃあ行きますか。こっからがなんか結構敵が強い。あ、通れない。なんで？あ、通れるわ。川沿いに行ってみよう。スパイダーだ。オッケー、倒しました。
あーなんか強いな、なかなか。まあでも、デスハーボット倒さないと意味がない。 OK、 スター、オッケーです。お、ハンナ今度レベルアップ。1しか上がらないか。 5PSI 覚えた。何が有効なんだろうな。あ、別にスーパーヒーリングは覚えてないのだか。どっちだこれ。音楽がなんかいつもと変わりましたよね。あとスタバの上位モデルが現れた。どうだ、倒せるか。倒したな。どのぐらいあの敵が現れるかですね。もうどっちが当たりなんだこれ。行ってみよう。あ、なんか宝箱がある。あ、またブルースターマンだ。一匹で出てくれるかありがたい。関係ってもういらんよな。多分いらんのじゃないの？分からんけど。刀？これって装備できんの？できない。
装備できる？ダメ。ハンナでも装備できない。あ、できるんだ。ってことは、突っ張りはもう、サバイバルナイフはいらんよな。いらんのなら処分してもいいかもね。上に上がろう。レベルってだいたいいくらぐらいだったらクリアできんだろうな。あ、今度は3頭。何が効くんだこれ。106でやれるんだ。うわー、微妙だな、ダメージは。防御してなかったか。これでいけるやろ。残り1匹倒しました。150。なんか上にある。また3匹。OK。なかなかダメージ。さあ、ファイヤーだとどのぐらいのダメージになるんだろう。あ、結構食らう。ってことは、こいつはファイヤーが弱い。一発で倒せる。お、なんか宝箱がある。
何こいつ、まだこいつは。ブレインが、ブレインが、早い。結構食らう。結構硬いなブレインが。オッケー。そう、封じられてるからハンナも攻撃していいんだ。全員で攻撃だ。あ、そうだ。こういう時、チャンスなんだ。マジックパワーを奪う。サイマグネットだったよな。あ、倒してしまった。傷薬使いましょう。突っ張りに結構回復してくれる傷薬。先へ行く道がある。なんだろう、2つ道がある。またブレインガラ。ちなみにサイコブロックって使えるんだっけ。サイコブロックはない。そう、あとはもうこれでサイマグネットで防ぐのみだ。倒したが、一回しか奪えなかった。ん？あ、なんか宝箱がある。これはハンナだな、ハンナ向けだ。何を今装備してるんだっけ。ブーメランかな。あ、全員ブーメランなんだ。
まあ、とりあえず、飛び切りフライパンを使います。お、ブルースターマン。お、今度ツッパイがレベルアップです。まあ一匹だけなんで簡単に倒せるでしょう。14使っちゃうのか。150。ブルースターマン2匹ですね、今回は。やっちゃった。使うんだ。ナイス。フライクリンバッジってこういう効果があるのか。持っててよかった、フランクリンバッジ。普通にやってもこれ死ぬな。じゃあ別に攻撃した方がいいな。お、プレゼント。あれ？あ、守ってんのか。え？なんで？あ、突っ張りか。ごめん。よかったよかった。これなら復活できるわ。スーパーヒーリング使わないと回復しない。これしか回復する方法ないからな。スーパーヒーリング持ってないから危ないな。
いいな。踊ろう。つまりサイドマグネットでも使えばいいってことか。あ、ダメでした。スマッシュでした。あ、でもあ、間に合うんだろうな。さあ、ハイパーストーンって何だっけ。ああ、サイパーストーンってマジックパワー回復するやつか。あら。思考になった。お、どうなんだこれ。また音楽は変わった。
お、なんかすごいやつが現れた。これ一匹。いや、結構ダメージ与えてるな。OK。こっちは行き止まりだ。うわ、強そう。絶対魔法使わないとダメだな。怪しいこと？まあ強い。あ、ぼーっとしてんのかよこいつ。は？何これ？は？やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あいつこいつ。あ？嘘だろ？ああ、まず病院に行かねばならないなと思ったら、まずハンナを復活させよう。病院で。なんかスーパーヒーリング。で、これで宿屋に泊まる。宿屋というかホテルに泊まる。立つよな。
はい。ホーリー料理満点に行かねばならない。まあ、エナジー予防だ。バッファローか。何がいいんだろう。ファイヤーかな。OK、 残り1匹になった。ここ食らうな。ただバレ。なんだ、スパイダーか。
行かなかった。上行ってみるか。道なりに。左右あるね。出口こっち。あー、めんどくさい。マグネットを使う。2匹か。はい、レベルアップ。あ、あいつ、こいつ。当然、サイコブロック、つい戦う。全員に効くのか、これ。スマッシュ。あれ、これどういう。
どういうルートだっけ。どうなってんだ。一気か。カードしてんな。お、11万上がった。上だよな。結構身構えるな。お、髪型もレベルアップ。順調ですね、レベルアップは。お。身構えてたか。
フルスターマン。うわすごい、やばい、倒したが、あれ、結構回復できた。フルだなこれ。なんだこいつ、多分硬いと思うんでな。ちょっと待って、 PK フリーズってなんだっけ。PK フリーズは危機的状態するんだ、アルファは。だから PK ビームガンマだな、効くかどうかは別として。倒した。まあまあ経験値を得る。で、うこっちかな。あ、どんどんとにかくこの木の切り株を上に上がっていけってことだ。あー、タイタニアンだ。これ、ブロックだよな。PK ビームガンマだ。でも1匹しか使えない。
け、危ない危ない。どうだ、なんかどんどん、なんか家がある。あ、なんか電話がある。お、回復してくれた。あ、テレポーテーションは効かないのか。で、あと電話だ。この。よしよし、ここでセーブできたのは大きいな。フラグ？来るかな？え？何これ、罠かもしれん。ラブロマンスが、とんでもない。あ、なんだこれ、何が起こるんだこの後。お、操作できない。おお、踊ってる。なんかの暗喩かも。おお、ダンス。うわー、これ、いいえってなんだ、どうなんだろう。
なんか怒ってる。あ、化け。でかっ！鉄人28号じゃん。これ。は？さすがにこれは魔法使うしかないな。催眠術使おう。3しか与えられないのかよ。効果がない。逃げよう。ダメでした。ガード。それでも280。空間を切り裂いた。燃えた。黒焦げで戦車になって回収していく。どうなるんだ？あれ？なんか宿？あ、いなくなった。どうした？大丈夫か？おお。あ、なんか加わった。今どこにいるんだ？セーブできるとこはどこだっけ？ここはセーブできない。あ、セーブできないよ。あ、公園じゃない。あ、あそこか。白い家、白い家だ。
攻撃力は明らかに落ちるな。鍛えるしかないな。29だもんな。エアガンか。エアガンって、スーパーヒーリング覚えた。これはすごい頼りになる。ああ、またか、こいつか。あ、爆発した。止まりか。ムークが3匹。蹴られた。なんだこれ。あ、怖い。目が見えなくなる。麻痺か。もうやるしかないな。燃やせ。
は？ムークが強いな。結構ダメージ食らう。スーパーフィーリングを手に入れたからな。またバッファローだ。結構狙えてる。ムーク。行けないの？
ちょっとやっぱ火力不足だよな。よしよし。ファイト3アップ。体力は上がらない。ヒットポイントが。やばいやばい。またデスバーボットだ。下行けんのかな。あ、またデスバーボットだ。やばい。取れないんだな。またデスバーボット。効果ないんだ。
戦いの全員サイクロン。やばい、嘘でしょ。そう、え、なんで？あ、そう、髪型だ。帰ってきた。あ、やばい。
ばいな。え、嘘でしょ。ダメだ、全然レベルが足りないや。あ、ブレインガーだ。まず1回目はガードして、ガードして、サイコブロックして、ガード、あ、全員ダメージだ。か、つまり
またブレインガが。最後ブロック。あ、きつい。
タブレインガか。うわ、先に先行された。相手の方が早い、1枚上当たりだったってことか。早く倒してしまわないとね。あ、ダメだ。効果がない。ようやく倒した。危ない危ない。またブレインガーだ。今度こそ先にサイコブロックを決めないと。オッケー、今度はちゃんと先に決められた。
またかよ。まだか。あ、スマッシュがないからな。時間がかかる。まだだ。ようやく倒した。髪型レベルアップ。お、結構上がったな。これで200超えましたね。出たか。メガボブが、うわ、やばい。
あ、メガボールも自分を使うんだ。よしよし、どんだけをダメージ食らう？29。え、嘘でしょ？この色は火を吐く色なのか。やばいやばい。逆にフリーズだろうな。ビームなのか。死んだ。あ、やっぱり魔法使うのか。
クマ。あんまり聞かないな。じゃあ逆に。死にかけやん。え、嘘。じゃあ最後ってなんだよ。やばいな。わ、タイタニアンだ。逃げましょう。オッケー。タイタニアンちょっとかなわないや。今相手数にはこいつならまあなんとかなる。まあ、たどり着いた。よかった。とりあえずここまでだな本日は。まあ続けることもできますが、多分レベル的に結構今この先行っても厳しいと思うんで、今回はここまでして、まずはこの周りでちょっとレベリングを行ってから、ちょっと敵も強くなってるんで、次回前半はレベリングを行って、後半はさらに
ちょっとマウンテンの先に進みたいと思います。この山小屋の先に進みたいと思います。あと2回ぐらいで最終回かな、迎えられれば。ということで、今回ここまでとなります。Twitch で配信を行いました。 Twitch ぜひアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この動画は2日後に YouTube の YouTube にアップロードいたします。ですので10日21時にプレミア公開いたします。ぜひ YouTube アクセスお願いいたします。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This live upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel subscribed and good button please。旧ツイッターである X のアカウントを持っておりますので、ぜひアクセスしてください。アカウントのフォロー、ツイートのいいね、リポストお願いいたします。ツイッター X、マイアカウントフォロー、ビジット&マイポスト、リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、久しぶりにマザーやっていきました。次回はまあ無理としてもあと2回ぐらいで最終回迎えられればなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。